飯塚市で、今日未明、パトカーに追跡された軽乗用車が電柱に衝突する事故を起こしました。軽乗用車は逃走していて、警察が行方を追っています。警察によりますと、午前1時20分ごろ、飯塚市下美男の県道でパトカーの追跡を受けていた軽乗用車が電柱に衝突、すぐに現場から走り去りました。けが人の情報は入っていないということです。 事故の直前近くのコンビニの駐車場で後部ランプが消えた状態でバックしていた軽乗用車をパトカーが見つけて職務質問をしようとしたところそのまま発進車には20代から30代の男1人が乗っていたとみられ1 0 0キロほどの速度でパトカーから逃げたということです警察は当て逃げ容疑などで運転手の行方を追っています合わせて追跡に問題がなかったか調べています